30秒前です。やば、今日のテーマはどうするんです。あ、もうそろそろか。はい、15秒前です。はい、4、3、2、1。あ、OK、大丈夫？ありがとう。はいはい、よいしょ。めっちゃバタバタはい、時刻は午後3時を回ったところです。この時間は FM ギノワントロピカルビーチ内にありますサテライトスタジオからサザンブリーズをお届けします。そして毎週木曜日担当は FM ギノワンスタッフのひろきと、はい、普段は歌を歌ってますが木曜日だけアシスタントパーソナリティサラです。よろしくお願いします。はい、こちらから放送しております。どうもありがとうございます。お兄さんたち楽しそう。今日ね、朝さ、ちょっと雨降ってたの分かる？分かんないよ。今日だから今日はもしかしたらスタジオになるのかなと思ったら、はい、今ねものすごくねご晴れて超快晴ですよ。びっくりするぐらい晴れて、はい、朝のね雨が嘘のように。でもそうですね、あの地面がちょっと濡れてる、水っぽいかな、まだ残ってるところがあるのかな、はい、でもね海に来るには最高の天気じゃない？そうですね、真夏みたいですもんね。今日はもう今週であと3日後、今週の土曜日にはもう10月考えられない考えられない。初めて沖縄に、はい、今年来たんだよね。そうです、初めてっていうか、まあ、このなんて言うんだろう、沖縄の移住みたいな感じなのはもう今年からだから、はい、このシーズンを通して変化を感じれるのは今年が初めてってことだよね。初めてです。すごい暑いですね、まあ、沖縄。これが秋です、沖縄の秋です全然夏ですね夏ですよ、はい、もう多分ね今年もね12月ぐらいまで半袖でいいかもしれない。嘘、うん、わかんないけど去年がちなみにそうだったから、クリスマス半袖だったから、うん、そう、もう秋田じゃ考えられないからね。考えられないですねそう、それが沖縄なんだよ。秋田じゃもうめっちゃ着込んでますけど ねもう信号が縦だしね。え、どういうこと？あ、ほら信号が縦なの、縦じゃん。あのほら雪が積もってもほら沖縄の信号は横に青、はい、黄色、赤だけど、あ、そういうことなの？秋田の場合そう、ほら秋田の場合縦でしょ。縦で、あ、へ、あれでも気づかなかった？沖縄の信号横だなって全然思うのこと、いやだから沖縄に住んでる人とか普通に、まあ、東京とかも普通の地域に住んでる人、北じゃない人は信号横なんだよ。あの作る人の気分だと思ってました。じゃない秋田の場合雪が積もっちゃうから信号が倒れてきちゃうわけよ。物知りですね。いやあ、そっか、秋田だったらそれが当たり前だもんね。別にそう、うーん、いやそうなんだよ。今日も一つ学びました、はい、で今日のねメッセージテーマはね、動物との思い出。動物との思い出、今日が招き猫の日、日本招き猫協会っていうところが、はい、クール福929、そう929で語呂合わせで、はい、クール福、ま、で招き猫の日っていうこと で猫だけのエピソードっていうのはねちょっと弱いかなと思って、まあ動物全般、犬でもいいしだいぶ広く攻めましたね。だいぶ広く来た、あの、ね、狭いメッセージテーマすると、はい、送りにくいさ、まあ、動物だったらまだいいかなとか、動物とのちょっとねライオンに首やられましたとか、そういうエピソードとかあれば、ドッキリハプニングとか、そうそうそう、あればほっこりする話とか、そう、はい、動物との思い出があれば皆さんぜひ、はい、お寄せください、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com、 数字で797@fmginowan.com までぜひよろしくお願いします。ツイキャスでも配信しておりますので、メッセージコメントをいただければお返ししますので、皆さんぜひとも、ね、お楽しみください。はい、お待ちしてます。ではではですね、早速1曲目お送りして、今日はねもうゲストさんが来ていますので、はい、そうですね、はい、1曲をおかけしてゲストさんをお迎えしたいと思います、はい、でまたまたね今日は招き猫の日でもありながらのクリーニングの日みたいだ今日
いろんな日がありますね。いろんな日があるわけ。クリーニングの日、それこそクリーニングで9月29日、ちょっと頑張ってる感が出てます。クリーニングってことで、ちょっとなんか、はい、クリーニングっぽい曲かけようかなと思って、はい、くるりとユーミンがコラボしたシャツを洗えばっていう曲あるわけ。はい、それを1曲目かけようかなと。シャツを洗えば、はい、はい、お届けします。くるりとユーミンでシャツを洗えばです。そうです。ちょうど いくつで沖縄に来られたんですか？え、誰が？あ、沖縄じゃないのか。日本に来られた。日本に来たのはちょうどマスカウトされて20歳の時だったんですね。NHK の70万人19歳。はぁ、あ、すげえ。そこら辺のことをちょっとラジオで。今日クリーニングの日？クリーニングの日。もともとうちアルゼンチンでクリーニング屋やって。あ、ちょっと嬉しいじゃん、もうそのネタはいける、こっから行こういけるいける。基本的に向こうへ渡った日系の皆さんはクリーニング屋さんが多いんです。へー、しかも日本人。そうなんだ。なんで向こう、なんででしょう、もともとみんな、あ、向こう暑いんですか？いや、日本とそんなに変わらない。変わらない。そっか、真ん中から分けてちょうどパカッて重なるぐらいかな。あの地球では後ろだけど、多分赤道からこうパカッて曲げたら多分同じぐらい同じぐらいいってるやから。日本季節は全く一緒、一緒、ちゃんとあの、うん、ちゃんとあって、で、まあ、梅雨の時期だけなくて、梅雨がないのか、うん、じゃあもういい、アルゼンチン行こっから時々帰るんですか？じゃあこの前9月、まあ、7年ぶりにちょっと思い出があって、じゃあ19、20歳で日本に来てから日本語とかもやったんですか？そうそう、日本語。大変じゃない、全部スペイン語だったので、日本語に切り替えるのが大変です。そこら辺どうやって、そっか、なんかパッて会った時、なんかそんなに顔は、顔立ちはなんか、あ、沖縄っぽいぐらいのか。そうそう、目肌立ちは沖縄だからはっきりしてるのに、生まれ育ったところはだけは南米のアルゼンチンなんだけど、血は 100%。 そうか、そうそうそう、生まれたところだけは違う、顔立ちが、パシャパシャって言う。じゃあそろそろ曲開けます。はい、声も鳴り響いてるんで、ですね、あの美しい声が、これいかない、時刻は午後3時9分を回ったところです。この時間はFM ギノワントロピカルビーチ内にありますサテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けしております。
さて本日はですねゲストさんを迎えてお届けするんですけど、はい、はい、じゃあすいません自己紹介の方お願いします。お願いします。皆さんこんにちは、アルゼンチンで生まれ育った、私大城バネサです。どうぞよろしくお願いします。バネサさん以前、まあ、FM ギノアの番組とかにもゲストで来ていただいたことありますし、結構その大きいところでもラジオ番組があるのでご存知の方も多いかと思うんですけどちょっと簡単にバネサさんの自己紹介を、ね、したいと思います。大城バネサさんはアルゼンチン生まれの日系アルゼンチン2世で、父親が沖縄県生まれの日系1世、母親は両親が沖縄県出身の日系2世で、曽祖父が沖縄県出身のため幼少の頃から沖縄民謡や日本の音楽に親しみ、日系人の間で開催されるカラオケ大会などで演歌を歌い始めましたというふうにあるんですけども。そうなんです。もともとは生まれ育った国は南米 の、 アルゼンチンなんですけど、家の中ではやっぱり日本の音楽がずっと流れてて、まあ、おじいちゃん子三線弾きながら、まあ、沖縄民謡歌ったりしたりしてたので、はい、家の中では、まあ、ちっちゃい沖縄みたいな感じだったんですよね。面白い。ちなみに家の中では言語は、私はスペイン語、はい、おじいちゃんたちはうちなぐちでしたね。はあ、はい、会話成り立たないんですもう本当ごちゃ混ぜで話してましたね。ごちゃ混ぜちなみにそのバネサさんは日本語っていうのはどういうふうに勉強されたんですか？家でも。いやいや、もう、はい、日本に来てから日本語の勉強始まって、じゃあもう基本的にはもう向こうにいる間ずっとスペイン語で、スペイン語ですね。へえ、はい、じゃあちょっと苦労されたんじゃないですか？そうでもないです。いや、日本に来た時はちょっと、はい、普通の生活するにもちょっと言葉の問題があって、あ、はい、ちょっと大変な時もあったんですけど、はい、でもやっと今今年で14年経つので、はい、こうやって皆さんとお話ししながら楽しくお仕事やらせて、ねいただいてますね。すごい、はい、全然違和感が、うん、ちょっとなんかかっこいい喋り方するなぐらいの、はい、ミュージシャンみたいな、ミュージシャン違うなみたいな、こんにちはみたいな感じ確かにちょっと見た目とかなんかそのロック系のアーティストっぽいでありますよね。そうそうそうと思いつつ演歌を歌ってますから、ね、演歌も歌ってますし、まあはい、ポップス系の曲にもチャレンジさせていただいてるんですけど、はい、じゃあ音楽を始めるきっかけはお家の中で？そうですね、まあ、家の中ではずっと日本の、はい、曲が流れてて、はい、どうしても日本の歌を歌いたいっていう気持ちがすごくあって、だけど日本語がわからないのでその歌詞も覚えるのも大変で、はい、でも読めないからもう全部そのCD なんかもこう聞きながら全部詞をアルファベットに直して、はい、でそれの繰り返し発音だったりとかね、まあいろいろ一人でちょっと勉強してたんですね。努力家ですね、はい、大変だ。楽しかったですけどね、でもそんぐらいなんか多分引きつけられる、歌いたかったですねやっぱりね、歌いっていう気持ち、そう、って伝わってくる横からのキラキラキラそう、じゃあそのデビューされるきっかけはデビューのきっかけは NHK ののど自慢、はい、アルゼンチン大会のがありまして、はいはい、そののど自慢に出て、優勝して、そして次の年に日本で行われたチャンピオン大会というのがあって、はい、アルゼンチン代表で出て、グランドチャンピオンいただいて、レコード会社からスカウトされて、はいはい、日本へ引っ越ししまして、はい、2003年にデビューさせていただいたっていう、まあ、シンデレラみたいな感じでデビューさせていただいたんですけど、はい、その時歌われたのはこの沖縄の民謡じゃなくて日本の音楽ですか？そうですね、もう本当同演歌でしたね。門倉ゆきさん の、 女の涼歌っていう曲だったんですけど、うそうですね、同演歌なんですね、そうですね、拳がもうゴロ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 回ってましたねもうそのスカウトをいただいた時は、はい、もう何のためらいとかもなくポンって日本に来られたんですか？なんか引き止める何かはなかった？なんかそういう気持ち、ちょうどその時はもう大学でも料理学校へ通ってたので、はい、でしかも日本語も話せないし、大丈夫なのかなってやっぱそういう不安もやっぱりあって、でもやっぱ歌が好きだったのでちょっとやってみようかなっていう感じで来たんですよね。やっぱり最初に来た時戸惑いというかやっぱりアルゼンチンとの違い
でどういうところがありました、その違い、はい、その生活していく中で、いやでもやっぱりたまたま私のところは日系の皆さんが、ね、はい、たくさんいらっしゃるので、その日本の文化っていうのがやっぱりあって、はい、あの純粋なアルゼンチンっていう風ではまたちょっと違うような感じだったので、そういう意味ではなんかあのすんなりと生活はできたんですけど、はいはい、その前言ってたその言葉の問題があるから、はい、例えば普通の買い物したくても、はい、レジまで持ったのはいいんだけど、はい、日本語でガってくると、あこっちはスペイン語しかわからないので、はい、英語で話してもあんまり通じないのと、あそういう意味ではちょっと、そうですね、言葉がね、うん、そうなんですね、確かにそうですよね。最初日本に来た時は、うん、何県に行かれたんですか。最初は岐阜県行って、その後はもうずっと東京で生活してまして、はい、じゃあその沖縄を、まあ、意識するというか、その沖縄の音楽だったりこういう風な感じで通うことになるきっかけっていうのは、きっかけは、2年前にですね、あの美ら島沖縄観光大使に任命されまして、はい、まあ、それがきっかけで、やっぱりあの自分には何ができるのかなとふっと思ったところ、歌しかできないので、はいはい、歌を通してせっかく日本全国回ってるので、あの沖縄のこともアピールできたらなと思って、会いたい島っていう曲をレコーディングさせていただいたんですけど、沖縄の曲調でも本当に魅力がたくさん入って、三線の音色も入っててね、やっぱりそのアルゼンチンにいる時も、まあ、ご両親、まあ、日本人であり沖縄の人じゃないですか、この沖縄の音楽とか、うん、まあ、もちろん触れたりとかは、そうですね、もうだからじいちゃんずっと三線弾いてたんで、私はもう覚えたっていうことじゃなくて、そのチューニングも、はい、耳でずっとまだ残ってるので、うんうん、こう拾って弾ける感じもあるんですよね。へー、面白い。なんかいろんな文化とか、うん、景色がギュッてこう心にあるんだろうなって思います。すごいたくましい、うん、さっきそのちらっとその、はい、曲中にあの今日はクリーニングの日っていう話をしたら、なんか、うん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 、マリサさんのご実家もそうクリーニング屋さんってことで、クリーニング屋さんうちのじいちゃんの時からもずっともう畑の仕事をやってて、はい、移民したので、はい、沖縄から、はい、沖縄から移民して、で最初はもうあのブラジルでもそうなんですけど、南米のブラジルにした人たちは、はい、基本的にはその畑から始まる感じ で、うんうん、でその後クリーニング屋に転換したんですけど、へ、今日記念日なんです、今日記念日なんかちょっとおじいとこんな連絡してあげてくる言わないかんねと思って今日クリーニングの日だよなんか結構クリーニング屋をされてる日系の方が多いんですか。もう本当そうですね、はい、基本的にはあの沖縄から移民した人たちは向こうでアルゼンチン、例えばうちはアルゼンチンなんだけどクリーニングやってらっしゃる人たちは多いですね。まあ、何かあるのかな。でもね、向こうの皆さんってすごく尊敬してますよ、日本の、日本っていうこと、とても几帳面ですごく綺麗に仕上がるし、はいはい、やっぱりそれはすごいですね。僕が一回聞いたことがあるのが、その一回日系ブラジルの日系の学校が日本に来てて、なんかその研修みたいなので、うん、はい、そこでちょっとその交流会みたいなのに顔を出すことがあったんですけど、うんうん、なんか現地ではその日本人、最初はもちろんなんかよそから来た感じなんですけど、うんうん、この日本人のその頑張りとかこのめげない姿を見て、うん、この日本人は見習いみたいな感じに、うん、その尊敬の対象にまで変わったとかっていう話とか、うん、いやもう絶対そうだと思いますね。じゃあやっぱ幼い時からそういう風にその日本人はそうですね、こういう風なっていう、私はもうずっと二十歳までアルゼンチンで住んでたので、日本に来てから逆にそういう風に、はい、あのそういえばそうだったんだなっていうのが、あ向こうのいた時はもう当たり前のような感じだったので、でもすごく現地の皆さんもう日本人っていうだけですごくね、そう、日本人が好きだっていうのがやっぱりありますね。そうなんだ。そう、現在ですね、そのバネサさん、まあ、先ほど美ら島沖縄大使もされてるっておっしゃってたんですけど、他にも何か
大使ですか？大使とか、はい、大使はですね、はい、うちのおばあちゃんのふるさとである那紀神村でもね、那紀、はいはい、神の初の観光大使もいただきまして、はい、それは今年、はいはい、で面白いことにね、新聞に載った時に、はい、村長さんから電話がありまして、はいはい、上間さんという方はバネちゃんに会いたいと、はい、何でしょうなとか思っていったら、はいはい、あの酸っぱいマンの会長さん、はいはい、上間さんじゃないですか、はいはい、なんとうち親戚に当たるんですよね、それ初めて知ったんです、はい、なのでそのメディアを通して、はい、今こうやってラジオなんですけれども、そのたまたまその観光大使いただいた時に記事になったのを、はい、うん、多分会長さんが見られて、うん、うち実は親戚よっていうので訪ねて、面白い出会いことですね。なるほど、面白かったですね。おーってなるんですね、多分ね。びっくりしましたね。でもなんか有名人になると親戚が増えるとかっていう話とかねこれはちょっとあまり良くない例えなんですけど、たまに聞いたら増えた方がいいですよ。でもそうですよね、それこそバネッサさんもあちらに行かれてこちらに吐きそうに、はい、こうつながりをまたね、そうそうそう、意識、私そっちの方は逆に嬉しかったです、はいはい、移民もだいぶ前ね、戦争があった、うん、もう後なんで移民者、うん、じいちゃんたちはもうみんな移民者なんだけど、うん、沖縄には実際親戚の人いるのかなと、あ、やっぱりずっと気になってたの、はあ、そこれを遡っていくと、親戚が訪ねてくるっていうことにしてみれば嬉しいですね、嬉しいですよね、発見、親戚発見、お昼話ね、親戚発見番組作らんというか、まだまだ出てくるかもしれないですからね、これからなんかこうやってなんかね、出てきたらもしかしたらあれ実はでもね、実際ありましたよ、はいはい、お祭り出るときに、はい、職場やってるときに訪ねてきて、うちのじいちゃんの名前も言って、はいはい、お宅のね、おじいのね、うん、親戚よっていうか、そっからスタートでおじいの、うん、そうそう、そのおじいの兄弟のそこにいた誰かさんの時、もうどん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 行っちゃうのね、はいはい、いとこなんだわって、そうですかお会いできてよかったすごい、いやでもまあ沖縄こういう、なんて言うんだろう、親戚、うん、ちょっと遠くても親戚の中大事にするんで、ね、いいですね、すごいね、またこうわって広がりますね、はい、こういう音楽を通してまた日本とかそのアルゼンチンとかとつなげるだけじゃなくて、自分自身もまたつながってるっていう実感できる、はい、じゃあもう最後に、そろそろ最後にですね、1曲おかけしようと思うんですけど、はい、このバネッサさんの会いたい島、そのアルバムとその曲についてちょっと簡単に紹介していただきたいんですけど、はい、まあ、先ほどね、その観光大使に任命されまして、自分の曲が欲しくていろいろ探した結果、はい、会いたい島っていう曲に出会ったんですけど、はい、本当に沖縄でこの会いたい島を歌うとさらになんか嬉しくなりますね、景色と、うんうん、今のこの景色にぴったりなんじゃないかなと、はい、そうやってリスナーの皆さんに、今多分皆さんね、お呼びなら楽しい、うん、時を過ごして、で改めてまた戻るじゃないですか、はい、またあの島行きたいなと、あっていう風に感じさせる歌なんですよね、うん、でここでちょっと告知なんですけど、はいはいはい、10月の、はい、10日、はい、那覇の大綱引き祭りに、はいはい、参加させていただきます。はい、詳しくはですね、はい、RBC の、はい、ステージがあるんですけれども、はいはい、午後5時45分から30分間ライブさせていただきます、はい、であとは、同じく10月の30日世界ウチナンチュ大会のがあるんですよね、今年ね、はいはい、そうですね、そのグランドフィナーレのセレラスタジオで行われる5時からのオープニングで歌わせていただきま す、はい、すごい楽しみにしてます。よかったら皆さんぜひぜひ、ね、ぜひとも、はい、遊びに来てください、はい、よろしくお願いしま す、はい、ということで今日はですね、お忙しい中大城バネッサさんにお越しいただきました、ありがとうございました、ありがとうございました。それでは大城バネッサさんのですね、会いたい島をおかけしたいと思います。皆さん1曲どうぞ。ありがとうございます。いろいろお話聞けて、
月10日の公演式と、来てよ、うちなち大会ですね。なんか、すごいですね、はい、ありがとうございます。うちなち大会のオープニングで歌って、はい、多分、締めは多分、ベキンさんだと思う。RBC、RBC ってなんか沖縄の、はい、そうそう、ラジオ、ラウイの王国ステージ。王国ステージ、そうそう、実際は参加っていうか、そういうなんかイベントに行ったことはないですね。よくニュースとか、はい、絶対に見たこと、5年、はい、5年の中でみんな直近しながら、はい、世界中にいるウチナンチュたちがやっぱり島に戻りたいわけさ、はいはい、でもそういう機会もないし、はは、でその5年に1回に行われるこのお祭りに向かってみんな直近して、必死に直近して、いろんな国から、ちなみにアルゼンチンから400人、はい、でペルーとブラジルの時もすごい人たち来ると思うので、はい、なかなか普通のお祭りとまた違う味があるので、おすすめすると思います。すごい人だと思う。一度は行ってみたい。ぜひ行けたら行きます。お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。応援してます。そっと応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。CM すぐゲストさん入れる形にしますので、はい、じゃあもう、お願いします。イベントの告知と、あと何か、とりあえずは TV フォーラム今週の土曜日のやつと、はい、さっき記念撮影の時、微笑んでときましたよね。うん、だからなんかね、気づかなくてすいません。なんか一緒に言って、タイレムしてんだと思って。いやいや、写真撮ったのにね。え、なんかまた渡してしまって、ついた、ついた、今週の土曜日の、はい、はい、どうもすいません、ツイキャス、ちょっと CM 明けに簡単にツイキャス紹介してあげましょう。あのウォッチプレイなんで今。あ、そうなんですか。ちょっとなかなか運動できて、どうもどうも、皆さんちゃんとチラチラとはツイキャス見てるので、はい、返答できなくてすみませんね。午前中も FM 小田行ってきたんですよ。あ、そうそうそう、午前中も出たんだけど、また行ったり来たり、そうですね。このイベントの代表のことですか。はい、イベントについて、中さん どういう団体、厚生保護法人っていうところなんですけど、はいはい、じゃあ最初イベントの告知していただいて、その後にちょっと日頃の活動をお伺いする形で、はい、今日ちょっとハンドマイクで、あ、はいはい、歌手気分で、はい、大丈夫です。ないだけです。準備が悪い。今日ちょっと本当にそういう時に限ってスタンドとマイクをゲストさんがいるにもかかわらずちょっと置いてきちゃった。日頃はあるんです、ね、日頃はあるんですけど、こういう感じ。歌手が喋るからかなと思って。確かに、そういう意味なしましょう。そう、気分で歌っても一曲、今日はそうそうそう、一曲だから歌うのかな。歌わなかった。
れる。保存でしたっけ？うん、保存してライブ開始。いいですね、まだ皆さん泳いでるんですね。そうですね、まだまだ沖縄のことで、はい、泳ごうなんて思わないから、こんな9月の終わりに泳ごうって思ったことがないから。確かに。何さんの私、中と言います。中さん、中さん、秋の天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 秋の自己紹介。朝もなんかこう自己口で言ったんだけど、なんかもういろいろ絡めて質問してくるから、はい、絡めながら告知してどんな活動をしてるのかとかっていうのとか、はい、動物の話もちょっと。あ、そっかそっか。動物飼ってたりします。なんか今日招き猫の日らしくて。あ、そうなんで、今日のテーマはなんかテーマを決めて、テーマの話をするラジオではないんですけど、うんうん、ちょっと一応動物をテーマに。そうなんだ。さっき FM のことでも DV の告知ってその次の番組に出たんですよ、1時間。そしたら、動物の虐待の話に聞かれて、そうそうそう、上から下に行くから子供はやるよとかっていう話とか。あ、じゃあそういう感じにする。それではじゃあ CM 開けましたので、先にこっち紹介した後にゲストさん紹介しますね。時刻は午後3時31分を回ったところです。この時間は FM ギノアントロピカルビーチ内にありますサテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けしております。はい、いやさっきのバネサさん、ね、力強かった、ね、強かった、うん、ついさっきまで、つい2日前まで、うん、北海道にいたんですけど、じゃあ北海道から寒暖差激しい。そうなのに超元気です。いやいや、またパワフルな、ね、歌声聞けると思いますので、ぜひとも10月10日ですね、はい、あの那覇の大綱引きのイベントの方にも足を運んでいただければなと思います。それではちょっとツイキャスの方にメッセージいっぱい来てるんですけど、はい、あのホチプレイしてたので読み上げたいと思います。エコザイルさん、サラちゃん、ヒロキックス、ハローハローって、はい、どうもいつもありがとうございます。で、生姜飲んでるよ。野の中の銀のホタルさん、ヒロキックス、サラちゃん、こんにちは、はい、こんにちは、いつもありがとうございます。エコザイルさんが、自分は冬場でも半袖のつなぎで仕事してたって。でも仕事するんだったらちょうどいいのかしら、ね、で AKB ファンさんが、ヒロキ、砂がサラサラ、こんちーす、はい、こんちーす、サラ、黄色の服かわいいっすって言ってます。那覇で買ったよ。で、エコザイルさんが、永井真理子のハートウォッシュも聞きたいなーって。準備してきた？準備してない。あの、まあ余裕とね、来週かけれたらっていうことで、いいね、覚えてメモしておきます。で、まあ、エコザイルさんが、バネッサさんハローハローって、もうすみません、ちょっとバネッサさん帰りました。帰ってました。でもメッセージは多分、あの後ろに、一応ポスターだけ残ってるので、はい、まあ、目の前を美女が2人歩いてます。楽しんでってください。AKBファンさんが、今日小座に出てたゲストさんやということで、お、いい振りが来ましたね。はい、本日2組のゲストです。すみません、はい、自己紹介お願いします。よろしくお願いします。はい、はい、あの那覇にあります更生保護法人ガジュマル沖縄 DV 加害者更生相談室というところで研究員をしております、あの中と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、今週末にイベントがあるということで、はいはいはい、そちらのご紹介してもいただいてもよろしいですか。はい、はい、あの今週の土曜日10時から4時半まで沖縄市民会館中ホールの方でDV 防止についてさまざまな立場で考えるフォーラムというのを行います。で、テーマがあのデモンストレーターズ、はい、人は変われるということを自ら示して見せ続ける人たちというテーマで、はい、あのこれ毎年行っているものでもう5回目になるんですけれども、そうなんですね、はい、今回はあの FM 小座さんの方が、はい、あの共催で入っていて、司会だとか、はいはい、朗読だとかいろんな場面で、うん、はい、あの皆さん関わってくださることになってます。はい、はい、そうなんですね。あまりこの結構、まあ、DV について聞くことはあるんですけど、はい、実際その、まあ、もちろんそのなかなかね、うん、口に出して言うことでもないですし、言えないことなので、はい、うん、その被害者の方とかがどういうふうにその心情とかっていうのがあまりわからない方が多いと思うんですけど、うん、はい、そういう方に、うん、になんて言うんだろう、そういう
現実というかその、はい、実際どういうふうにその中さんはそういう方のサポートとかを、はい、私は普段は、はい、DV 加害者の方の更生の相談とかをしたり、はいはいはい、あと、はいはい、中学校とか高校に出向いて予防教育とかをしたりとか、はいはい、関係機関の方のための研修とかを行っているんですけれども、はい、やっぱり講演活動をしたりとかいろいろマスコミとかのインタビューにも答えているので、はい、被害者の方からお電話いただいたりとか、はい、お話しする機会も多いんですね、はい、で私が今の仕事を始めた当初、はい、まあ、12、13年前なんですけどその頃には加害者の方だけではなくて被害者の方々にもインタビュー調査とかをしたりしたんですけど被害者の方は結婚相手だとかこう恋人っていうのはこうやっぱり好きになるっていうことは相手のいいところを見つけてでしかもすごくこう信頼できるなとか優しいなこの人は自分には優しいなとかっていうふうにこう信じてこうお付き合いしたり好きになると思うんですよ、うんうんうん、でなのにこれがいつしかこう自分がこう知ってる相手ではなくなってしまったかのようにこう他の人にはそうではないんだけど自分にだけこう冷たく当たってきたり殴る蹴るがなくてもですね言葉で冷たく当たってきたりだとかこう態度でねこうプレッシャーかけてきたりとかっていうことが続くとこうどうしてこんな風になってしまったんだろうっていうことでいつも頭の中がこう疑問だらけだしそれから信じてた人がこんな風になってしまったってことで私が悪いんじゃないかな僕が悪いんじゃないかなってこうね自分を元々は好きとかそうですよねためにと思って始まってるからで君のことが一番好きだよ君のこんなところがすごい好きだよってことを言ってくれていたのにそれが変わるわけですよダメなところばっかり言うっていう風になっちゃうと、うん、それってすごく辛いですよね、こう全くね縁もゆかりもない人にいきなりこう、はい、暴言吐かれたりするだけでも怖いのに、はいはい、こう身近な人に言われると、はい、やっぱ信じてた気持ちだとかが、うん、こうひっくり返されるっていうその辛さっていうのがあって、はい、付き合いたての頃はやっぱり周りに私幸せだよ僕幸せだよってことを言ってきてる手前、はい、言いづらいですよね。そうですね。大変ですね。はい、だからこう誰にも話せないっていうことも孤独だし、うん、家でこう大好きな人と、うん、こう以前は心が通い合ってたはずなのに通い合ってないっていうことも孤独で、うん、どこにいても孤独を感じてしまうっていう、うん、そういう辛い状況に置かれていると思います。うん、でも逆に中さんは今加害者の方をサポートというか更生させる方に力を入れてらっしゃる、はい、そうですね加害者の方がこう変わりたいって思った時に、うん、だけれどもこう今まで身につけた自分のやり方とか価値観っていうのを変えていかないといけないんだけれど、うん、それ一体どうやって変えていいかわからないっていう方もいらっしゃるんですね、うん、でそういう、うん方の場合には、はい、やっぱり一緒になって考える人とか、うん、自分一人の考えではやり方が間違っていたわけですから、うん、新しく他の、まあ、私だけじゃなくて、うん、いろんな人の考えが入ってきて、うん、で取り入れて、うん、でいい方法を見つけていくっていう、うん、そういうことが必要だと思いますので、うん、一応加害者の方で変わりたい方のサポートっていうのはしてます、うん、やっぱりその加害者の方とかってなんだろうやっぱり普通最初そういうお付き合いしてる時とか普通じゃないですけど、うん、どういうタイミングでそれがこう、まあ、手が出ちゃうとかっていう風に、はい、その心情の変化だったり行動の変化っていうのは、うん、ちょっと中さんがそういう方見てきて、うんまあ、共通する部分だったりこういう事例があるっていうかそういう風なのがきっかけで、はい、こういう風になっちゃうみたいなことっていうのはありますか、うんうんはい、いろいろですね、はいまあ、私たち誰でも、はい、なかなかこう相手に伝わらないとか、はい、思い通りにならないっていう時、はいまあ、例えばですよ、うん、自分はこの番組終わって、はい、次デートとかの約束があってって急いでるのに、はい、こう誰かが来たりしたら、はい、こう困りますよね、はい、だからいつもより丁寧に扱えなくなりますよね、はい、で自分が描いてる通りにいかなかった時っていう時に人って変わりやすいんですよ、はい
ちょっと普段より丁寧さが欠けてくるとか、はい、声が大きくなったりとか、あの子供とかを普段はね優しく、はい、ゆっくりゆっくりお話聞いてあげれるお父さんやお母さんであっても、あのやっぱり自分がこう、うん、仕事に行かないといけないとか、うん、こう急いでるときは早くしなさいとかってね、うん、急にね変わったりとかってね、やっぱりあると思うんですよ。はいはい、だからそういうところで出やすいんですけど、はい、あの DV の場合には、はい、例えば友達から彼女になったとか、うん、で彼女になった後に例えばこう、うん、性的なこう関わりが生まれたりとか、うん、でそういうことがあってこう自分だけのものみたいな感じになった時には、うん、自分他の人にはその権利ないけど自分にだけはこの人にいろいろ言う権利があるだとか、うん、こうそういうちょっと特別意識っていうのが出てきた時に、あの人によっては、はい、特別な存在だから他の人より大切にしようって、これ付き合う前そうですよね、なんですよ、うん、でこれがずっと続く人もいるんですよ、こう家族になってもね、はいはい、特別な人だから他の人以上に家族大事にしようとか、うん、っていう人もいるんだけれど、うん、これがそうではなくなってしまって、うん、あの特別な人だからこれぐらいは許されるんじゃないかなとか、うん、これぐらいは言ってもいいんじゃないかな、うん、やってもいいんじゃないかなってこういうふうにちょっと変わってしまう、まあ、そこでこう、うん、あのいろんな行動がエスカレートしていくっていうところがありますね、うんうん、なるほど、うん、じゃあやっぱり誰しもがそういうきっかけみたいなのあるっていう、ね、そうですね、あのどなたでも、はい、あの加害者になる可能性も被害者になる可能性もあります。これやっぱりその自分たちも意識していくしかないんですが、お互い例えば何かあった時に話し合いして、うん、まあそのなんていうんだろうな、まあ、不満を解決するっていうのもありますし、うんうん、やっぱりその分かち合うことが大事なんですかね、うん、そうですね、あのそれも大事だし、あのまずこう、はい、自分の態度を見直したりとか、はいはい、あのそれすごく大事だと思うんですよ、うん、で相手の気持ちを考えたりだとか、うん、例えばお付き合いする前だったら、はい、例えばですよ、うん、あのこの組み合わせでいくと、はい、私が好きだとしますよね、はいはい、好きなのに、はい、間にこう可愛い子が座って一緒にっていう時に焼き餅焼いちゃうっていうことがあっても、はいはい、まあ、その時にですよ、はいはい、こうでもまだ付き合ってない段階だったら、はい、ここでね本当に焼き餅を焼いてて嫌、うん、だなムカつくとかって思っても、うんうん、ここで急にその携帯貸してとか取り上げて、うんうん、こうチェックして全部壊したりとか物投げたり、うん、あの例えばビンタしたりっていうことは絶対しないですよね、はい、そうですね、はい、しないですよね。それよりも、はい、この人に勝つために、はい、勝つというかね、私のこと好きになってほしいから、この方より、はい、だから、あのすごいいいところを見せていくとか、うん、もうすごい大事にしたりとか、うん、相手のこと考えたり、うん、相手の気持ちとかに寄り添うってことすごい努力してるはずなんですよ、はい、ね、あのこれが大事なのに、うん、これがねいきなりやっぱり自分の彼氏とかって思った瞬間、うん、あの許せない、うん、でだからこれ取り上げるとかってなっちゃうと、うん、こううまくいかないわけですよ、うん、はいはい、だから大事なのは、うん、あのいつでも、はい、まあ、どこからどこまでが暴力っていうのかなとか、今ちょっと難しいですよね、言葉だとか態度とかいろんなことで暴力って言われちゃうって、こうみんなさんこうビクビクなさってるかもしれないんだけれども、そこを見ていって何に気をつけたらいいかってことを考えるよりも、どうやったら相手を大事にできるかって考えた方がいいし、だって付き合う前だったらこう本当は自分ムカついてたりとかや気持ち焼いてても自分の態度をすごく考えてるね、で自分落ち着ける、そうやってこう、うん、カッカ来た時でも落ち着けて、うん、あのそれでも好きになってもらうようにっていうことをね、うん、一生懸命やってると思うので、うんうん、そっちの方をやっていけば、きっと、はい、まあ、どうしても人間って考え方や感じ方が違うので、すれ違いだとか、はい、言いたいことが言えなくてね、はい、話し合いとかが、うん、なかなかできなかったり、うん、話し合いしてもうまく伝わらなくて傷ついちゃうってことはあるかもしれないけれども、うんうん、DV には発展しないと思うんですよ、うん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 、なるほど、そうですね、うん、っていう風な感じで、はい、このまあ誰しもねこう被害者にも加害者にもなるということなので、はいはいはい、そういうこともあってですね、はい、いろんな方に向けてこう DV っていうのを知っていただきたいなと思って、よくその講演会とかイベントがあると、やっぱりその当事者の方、特に被害者の方っていうのが困っている、加害者は困っているわけでは
なかったりするんですよ、はいはい、まあ、中にはあの変わりたい方はね困ってますけど、はいはい、あのそうするとこういうイベントとか打っても被害者の方だけが参加したりとか、関心がある人は知りたいですよね、まあ、そうですよね、新聞とか報道でもね、はい、なんですけどそうではなくて、いろんな人がこう DV の問題に関心を持っていただいて知っていただくことで、あのいろんなところでね、話せるようになると思うんですよ。そしたら今みたいな会話もできるから、はい、お互いがどう考えてるかも分かるから、ね、もしこう友達が、とか、あのDV の被害に遭ったりしたときは、はいはい、あこの人たちはちゃんとこう、助けてくれたり応援してくれるような考え方をしてるなっていうことが分かるから、相談しやすいですよね。そうですね、頭悪いところがあるんじゃないとかってこう言われたら相談、はい、しなきゃよかったと思っちゃうけど、うん、ね、だから相談しやすいですよね、うん、で加害者の方でも、いやいやお前がやってることは間違ってないよ、もっとやれっていう人だったら困りますよね、だからあのそうすると DV というのはエスカレートしていきますよね、うんうん、だからやっぱりそれを止めるためにも周りの人の考え方も、あの、まあ、どんな理由があってももうそういうことはいけないよと、ね、まあ、理由があるんだったらね、周りの人に相談して一番いい方法とか、そういうのをねこう学んでいったりした方がいいよっていうことも、あの知っていただきたいし、そういう機会にもなれたらいいなと思いまして、あの毎年こういうあのイベントっていうのを売ってます、でなので当日はあのいろいろこう体験談も当事者の方とか、はいはい、DV 家庭で育った人だとか家族の体験談っていうのもありますし、それからあの朗読で被害者とか、その目撃している子どもたちの心情を訴えるような朗読とかをやったり、専門家によるお話とかっていうのを入れたりっていうことで、いろんな催し物を用意してますので、ぜひあの参加していただいて関心を持っていただけたらいいなと思ってます、そうですね、いいきっかけになると思います、そうですね、最後にもう一回ですね、その場所とお時間の方、お願いします、場所の方が沖縄市になりますが、沖縄市民会館中ホールの方で朝10時から午後4時半まで、あの長時間のイベントなんですけれども、あの自分の都合のいい時間に参加して、短時間でも参加してパッと帰るっていうことでも全然構いませんし、当日はあの DV 被害者の方の支援を行っているシェルターが、民間のシェルターがあるんですけど、そのシェルターの運営をこう支援するためのチャリティーとしてコーヒーとか紅茶の販売、スコーンの販売っていうのも宜野湾市内にあるあの自立支援就業所 の、あのワーカーズホームさんというところのコーヒーとかっていうのも出しますのでね、宜野湾の方もたくさん関わってます、沖縄ダルクさんとかも参加しますし、琉球ガイアさんっていうところも参加しますのでね、たくさんのサポートで、出来上がってるイベントですね、皆さん、ぜひ足を運んでいただければなというふうに思います、今日はお忙しい中ありがとうございました、ありがとうございました。それではですね、一旦 CM に行きたいと思います。あ、これはもうあまりなので、あ、じゃあちょっと貼っておきますね、すみません、ありがとうございます。こんなのも加害経験者とか被害経験者が書いたメッセージがいっぱい貼られてるんです。なんかすごいね、横こやったバカみたいに組んでるよね。そう、FM 小座はなんか FM 小座のこんなスタジオを映して、FM 小座のイベントを応援してますとか、リクエストはこちらっていうのをやってるだけど、当日流れるスライドショーとか写真展もあるんで、このスライドショーは私年間公演会100本ぐらいやってるんですけど、公演会場で常に流してるんですけど、FM 技能はあんまどんなですか、写真撮ってからとか、後ででいいから、あ、はいはい、そしたら公演会場とかでずっと流れるから、はい、ありがとうございます、じゃあこれあ、持ってたんですね、じゃあちょっと、ちょっとだけですけども、ありがとうございます。3日掲載しております。すいません、ありがとうございます。小座行くんですね、これから。そうです、ね。大丈夫です。時間大丈夫です。じゃあ全然大丈夫なんです。5時過ぎだから。ああ。ゆっくりして。ありがとうございました。じゃあ、お疲れ様です。ありがとうございます。よいしょ。意外に、告知をして。FM ギノワンも、あ、やってます。はい。
か道路交通情報を一等ランという、うん、簡単に、うん、簡単に紹介するか、うん、簡単に。おお、ついてる。珍しい。今日はついてますじゃあそろそろ告知、あ、やった後に、で、告知のやつ忘れたから、これまだこれやってんの、うん天気やってくれて、そうそうそう、時刻は午後3時50分を回ったところです。この時間は FM ギノワントロピカルビーチ内にありますサテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けしております、はい、結構もう終わりに近づいてきたんですけど、そうですね、濃い1時間でしたね、はい、まあ駆け足でお送りしたんで大事なことを忘れてたんですけど、はい、では沖縄地方の天気道路交通情報をお伝えしたいと思います。はい、先に天気からお伝えしますね、はい、本日29日南東の風のち東の風、晴れ、夜だけ曇りになります。波が 2.5 メートルのち2メートル、うねりを伴いますので泳いでる皆さん気をつけてください。降水確率がこの後、深夜0時までずっと 20%、 日中の最高気温が31度ということでずっと晴れるようですですね、暑い一日になりそうですね。はい、はい、以上天気情報でした。はい、続きまして道路交通情報をお伝えしたいと思います。今日結構空いてるね。ね、全然でね、国道58号線ですね、伊佐交差点から茶谷交差点にの間、北向けがですねちょっとだけ渋滞しているところがございます、はい、それから、国道58号線、これはですね南行き国体道路入り口かなよりちょっと前の方でですねちょっとだけ渋滞しております、はい、ちょっとだけってどれだけだよって話なんですけど、はい、ポンかな。でそれからですね、国道330号線、宜野湾市志摩市から宜野湾市、上原に向かう、北行き南行きどちらで両方向でですね、施設工事のため片側通行の一車線規制が敷かれておりますので、こちらを通る方は早めの車線移動をお願いします。以上道路交通情報でした。じゃあそれではメールの方を、はい、紹介したいと思います。エコザイルさんありがとうございます、はい、ヒロキックスおいしさらちゃんちゅエコザイルみたいよわら、昔は犬猫インコ鶏チャボあとウサギとか飼ってたな、うん、その中で一番懐いてたのがペルシャ猫のチンチラで名前がジュン、オスだった。中学の頃に飼ってたけどお利口さんで、名前呼ぶとニャーって返事して寄ってくるし、ダメって言うと悪さしない。自分が寝てたらお腹の上に乗ってから喉をゴロゴロ鳴らしながら寝るわけさ、可愛かったさ、じゃあとからやということで、動物の思い出ですねこれ。なるほど、チャボって何ですか。なんかニワトリみたいなやつ。でもニワトリではないんですか。ニワト、どう違うのかって言われたらよくわからないけど、まあ、ニワトリみたいなやつ。で一番同じたのがペルシャ猫だって。へえ、いいですね、ありがとうございます。ではですね、あと宜野湾市からのお知らせかな。はい、はい、じゃあお願いします。宜野湾市社会福祉協議会より、チャリティーボーリング開催のお知らせです。宜野湾市社会福祉協議会では福祉バス購入資金確保に向けチャリティーボーリングを実施します。期間は8月1日月曜日から10月9日日曜日の期間です。場所は宜野湾ボールレーントゥーセントラル町名とボールの3カ所のボーリング場で行います。参加費は2ゲーム代込みで1500円、靴代は別となっています。参加方法は宜野湾ボールレントゥーセントラル町名とボール、または宜野湾社会福祉協議会事務局にてチャリティーボーリングへの参加の旨お伝えの上、参加チケットをご購入ください。お問い合わせは宜野湾市社会福祉協議会電話番号 098-892-6525 098-892-6525、多くの方の参加をお待ちしております。はい、ありがとうございます。
でそれからですね、今週土曜日10月1日にですね、宜野湾海浜公園にてフリーマーケットが開催されます。時間はですね、朝9時から昼12時まで ですね、8時30分から準備が開始されるそうなので、ぜひともですね、フリーマーケット何か、まあ、新しいもの欲しいなとか、ちょっと、休みに買い物プラッといろいろ見てみたいなという方はですね、宜野湾海浜公園の中央広場にぜひとも足を運んでいただければなというふうに思います。はい、以上宜野湾市からのお知らせでした。まあ、ちょっと駆け足になっちゃったんですけどね、本日もサザンブリーズをお届けしてまいりましたが、ちょっと今日ね、音楽歌う時間なかったから、来週は もう速攻パッて最初の方にぶち込みたいと思うんで、毎回そう言って歌えないから、いや、ね、ダメだヒロコのことは信じません。来週はね、今日はね、本当に急にゲストちゃん入っちゃったんだから仕方ないからね、すごいいいお話をたくさん聞けたので、うん、私的には楽しい1時間でした。はい、来週はですね、はい、その美声をお届けできるかなと思うので、はい、ということでお届けしてまいりました、サザンブリーズ。本日木曜日の担当は FM 宜野湾スタッフのひろきと、はい、秋田から来ました歌うたいのサーラでお届けしました。それではまた来週も聞いてください。はい、ありがとうございます。キャスの方すいません、あまり拾えませんでした。 AKB ファーさんが、はい、サラちゃん、ラムちゃん、わら、どういうこと、なんだろう。で、あ、下行っちゃった。あ、ビャッコさん、サラちゃん昨日コザで歌っていた姿を録画で見たよ。いい、ありがとうございます。ビャッコさんはいい歌っ子だっけな。やっぱ秋田の人なのかな。なんか秋田に寄せてるのか、うん、秋田の方なのか。でもなんか秋田の、自分は大館です。え、あ、うん、ね、いい歌っ子いたっけなとか言っていつも秋田の人じゃないのなのかもしれない。え、知り合いとか、いやー、知り合いか、親戚まさか。でも、え、言ってる、え、ラジオで喋ってるみたいなことは。あ、全然何も言ってない。え、じゃあ怖くない？怖いネット社会怖いで、野の中の銀の蛍さんから、ヒロポン、ウソポンって、いやいやいや、ウソポンだね。いやいや、もうウソポンで行こう。いや、来週は大丈夫、来週は絶対だって毎週スターをするから。そうだから、うちは歌はしたいけど、ウクレレ持ってこないよ、もうそうだからね、わざわざ持ってきてもらってるのよ。気持ちとしては歌はしたいけどね、どうしてもこの1時間っていう時間に集約させないといけないから。そうね、いやー、これは技量の問題だ、まあまあ、いや、次から毎週歌わすように、はい、しますんで。いいです、はい、エコザイルさんお疲れさんで、ビャッコさん知り合いじゃないよって、あ、知り合いではなかった、はい、なるほど、なるほど。じゃあ皆さん、来週もまた聞いてくださいね。はい、今日はちょっと Facebook 上げるのが遅れたんで、あんまりメッセージなかったんですけど、まあ、来週はちょっと早めに上げたいと思います。ね、実際動物ネタ全然しなかったよ、ね、そうそう、間に合わんかった、ね、いくつかあったんだけどね、動物ネタ、なんかちょっと小型犬に引っかかれたとかっていう話とかあったんだけど、持ってたの？あったんだけど動物ネタ結構あったわけよ。なんかうちのいとこが犬飼ってて、今言うでもなくもないから、で犬飼ってて、うん、で当時、うん、3階にいとこ住んでて、俺が4階に住んでたわけよ。で3階から落っこちて、うん、でうちの母親が、まあ、その一緒に動物病院に連れて行ったんだけど、うん、その連れて行ってる最中にもう意識ないよ、もう意識ない犬だけど、ちょっとお手洗い漏らしちゃったわけよそう、で俺が帰ってきた時にはいとこが一生懸命車のシーツを敷いてて、除去知らないよ、シーツってなんでって聞いたら、なんか犬が漏らしたからみたいな、犬が漏らしたからしか聞いてないから、事情を聞いたら、まあこういう過程があったんだっていうとか。俺面白かったのに全然話す機会なかったです、ね、いえいえ、ありがとうございます。エコザイさん、片付け来るから待っといて。じゃあもう何もしないで待ってますじゃあありがとうございます、はい、じゃあまた来週もよろしくお願いします、はい、終わり、お疲れ様です。はい、こっちは保存するんですね。あ、じゃあ消してるよね。あのね、本当はどっちでもいいんだけど、